はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ今回はちょっと遊びたいアイテムがありまして、このバンダイさんが、一昔前に展開していたガシャポンのシリーズ、カプセルポピニカ並びにカプセル超合金のアイテムを引っ張り出してきました。ここにあるのは全ラインナップの中の一部で、うちにもまだ他にもどっかにあるんですけれども、ひとまずお目当てのアイテムは見つかりましたので、そう、今日はこのカプセル超合金の方のグレンダイザーと、あとついでにマジンガー Z、視聴者さんのコメントでも最近円盤づいていると言われるこのチャンネルですが、今日もまた円盤ネタ UFO で、いよいよこの2024年8月に放映中の番組に便乗していこうかと思うんですが、それがこのグレンダイザーですよね。リブート作のグレンダイザー U が放送中ですけれども、マジンガー Z の方もちょっと出てたので、それも一緒に並べたいなと思って、2つご用意しときました。といってもね、ご覧のように、とっても小さなアイテムなので、でもこのシリーズね、これまで僕の動画にもちょこちょこ出たりしてるんですけど、やっぱ集めてた人結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。まずは UFO ロボグレンダイザーの方から。このシリーズ基本的に材質は、プラスチックとか軟質樹脂なんですが、ただこれ膝の下の部分、ここだけちょっと金属っぽいね、なんか重みを感じますが、これ金属だよね。というわけでまずはグレンダイザーの遊ぶ準備ができました。このシリーズも2000年代の最初の頃、なんだかんだで20年ちょっと前だったりするから、もうお若い方だと知らないシリーズかもしれないので、少しね、どんなものかをご説明しますと、これは昔ね、僕らが子供の頃なんかに発売されていた、当時の超合金とかポピニカを、ミニチュアサイズにして、ちょっとギミックとかは簡略化しながら、でもあの頃のフォルムとかをこうやって再現したガシャポンのアイテムです。本当に当時ものの造形を再現してて、例えば、このネジの部分、ダミーですけど、ちゃんとネジの造形もされている。こんな感じで、ネジの山が見えます。本来、合金だった部分は、プラパーツとかに置き換えられたりもしてるものの、塗装とかで雰囲気を再現してます。ちなみにこのグレンダイザー可動部分は、こうやって肩が回転します。当時のおもちゃみたいな、腕を飛ばすギミックはないんだけれども、とりあえず外せるから、ダイザーパンチごっこはできるんだけど、でも当たり前のことですが、クラッシャー部分が動かないから、スクリュークラッシャーパンチとかはね、もちろん無理です。あと首が上を向いて、これはスペイザーとこの後合体するためのなんですが、そう、別売りでね、ちゃんとスペイザーも用意されております。ダブルハーケンもちゃんと肩からこうやって脱着できるようになってます。持たせるときはこの手の穴のところに差し込むんですが、両側から差し込んで、でも柄の長さが短いからね、ちょっとこう迫力はないんですけど、でもこれはあくまでもね、当時のアイテムを再現するものですから。ただ僕は子供の頃、やっぱりこれの超合金も持ってなくって、何でも持ってた K 君がいたんですけれども、確か彼に借りて遊んだ記憶がちょっとだけあります。あんまり覚えてないので、当時もの持ってる方、持ってた方、超合金グレンダイザーのこと、何かね、僕が足りないことあったら教えてください。そして出ました、もはや僕には全く謎の武器、反重力ダイザー砲。当時の単品のグレンダイザーの超合金には、ついてたみたいですが、僕は触ったことがないので。ミサイル発射ギミックはないものの、ちゃんとこう発射ボタンとかも造形されてるし、このミサイルも、一応取り外せるようになってます。これを両手で持たせればいいのかな。本来の超合金だったらボディが重いから、持たせても安定するはずだけど、こいつは無理だね。立てません。反重力ダイザー砲発射。よくわかんないから適当に遊んでます。
続いてきました、まあ、やはりスペイザーも欲しくなるよね、まあ、これもカプセルの中に入ってたんですけれども、こんなのをガシャポンで出してくれてたなんて、まあいい時代だったね、まあ、このロゴもね、これもまた印刷されておりまして、あとクリアパーツも使われております。これまたミサイル発射ボタンとかの造形がありますけれども、そういった発射ギミック類は再現されておりません。まあでもこうやって当時ものと同じように翼が稼働するようになってますね。この翼がプラプラなところも、確か当時のやつ遊ばしてもらった時もこんなだった気がする。これはコロ装甲とかができたのかな。当時の超合金のヴィンテージトイとかは、まあ、結局入手しなかったんだけど、まあ、その前に超合金魂が手に入って、もうあれで満足してたね。じゃあここで後部ハッチ開けて、グレンダイザーと合体、スペイザークロスして遊んでいくよ。前のカバーを外しまして、さあこれで合体準備が完了だ。この辺は昔遊ばせてもらったような記憶がなんとなくあるんですよね。ちょっと入れるときにね、肩が当たって入れづらいんですが、さあこれでハッチを閉じて首を上に持ち上げれば、はい、出来上がり。放送中のグレンダイザー U の方も、まあ、立体物が発表されてきて、まあ、僕は、まあ、ロボット魂はまだちょっと様子見てるんですが、 SMP はもう予約してます。もうあっちはスペイザーも発表されてて、まあ、今年の冬に受注開始かな、まあ、グレンダイザー U もこの間第6話見たんだけど、あのメカの作画がねものすごいかっこよくって、まあ、あれ見たら早く立体物欲しくなっちゃいました、まあ、あの6話の作画に参加されてる皆さん、まあ、我々世代にとってもおなじみのものすごい方々でしたね。まあ、もちろん腕を前に向けた状態でもこのように合体が可能です。まあ、お盆明けにまた出張先の福岡に戻ってきたんですけど、まあ、ちょうど旅のお供というか移動のお供にこのサイズのアイテムがぴったりでしたね。ダイザーゴー！ちっちゃいけど楽しい。じゃあ続いてグレンダイザー U の序盤でも登場したマジンガー Z、 このカプセル超合金版でも遊んでみよう。まあ、商品の仕様としてはさっきのグレンダイザーと同じ感じなんですが、まあ、僕もちろんこのマジンガー Z の超合金も子供の頃から、まあ、あんまり縁がなくって、こうバージョン違いとか仕様違いとかそういうこともよく分かってないんですけど、この伝説の超合金もやっぱり僕よりちょっとお兄さんたちぐらいじゃないと買ってもらえなかったんじゃないのかな、まあ、だからこうやってちっちゃいカプセル超合金版で、まあ、我慢するにはちょうど良いアイテムでしたね。今となっては超合金魂とか、まあ、僕も持ってますけれども、まあ、やはりこの当時の特徴的な足長のフォルム、まあ、このアイテムの場合頭部は回転するようになっていて、でパイルダーは取れそうなんだけど僕のは無理ですね。そして Z の方も肩が回転可能で、まあ、あとこれは組み立ての関係で腰が回転するようになってます。まあ、これがガシャポンで、まあ、300円ぐらいだったかな。まあ、そんな価格で、まあ、入手できたりするんだから、まあ、2000年代初頭ですか、熱い時代でしたね。まあ、こっちも腕は外せるんですけど、まあ、こちら造形的にアイアンカッター状態になってます。よし、じゃあ次は空を飛ばせて遊ぼうかな。ジェットスクランダーも付属してますので、これを背中の穴に差し込んでスクランダークロス。まあ、グレンダイザー U の序盤にも登場したとは言いましたが、まあ、やっぱりねこう最初のやられ役みたいな感じになっちゃってて、まあ、子供の頃に Z が、まあ、最後大破する姿を初めて見た時には、まあ、結構僕はショックを受けたんだけど、まあ、でもこの年になるまで、まあ、結局いろんな作品でね、
Z が壊されちゃう場面っていうのは、よく見かけるようになっちゃって、なんだか慣れてきちゃった気もするんですけど、本当そういう役回りになりがちだよね。一緒に並べてみるとこんな感じで、体型というかフォルムが、両者全然違うんですが、マジンガー Z の足は僕的にはちょっと長すぎるかな。といったわけで、今回はカプセル超合金、メインはグレンダイザーで遊んでみましたが、どうでしょう、遊んだことある方は懐かしんでいただけましたでしょうか。あと初めて見たという方、気に入っていただけましたでしょうか。今回も皆さんからの楽しいコメント、いろいろお待ちしております。これ今入手しようとすると、場合によっては、定価の10倍ぐらいになってるのを僕見たことあるんですけど、さすがにその値段で買うのは、あんまりおすすめできないかな。これ300円だったっていうところがこの商品のバリューですからね。じゃあ今日はこの辺にしときましょうか。次回も僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでください。その時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。